ハインケル HE115 ドイツ軍の HE115HE115 HE は第二次世界大戦中にドイツの航空機メーカーハインケルが製造しドイツ空軍が使用していたレシプロ装発水蒸気である当初は雷撃機として開発されたが次第に沿岸哨戒や機雷不設任務に使用されるようになった 7.92mmMG15 機関銃 20mmMG151 機関砲、7.92mmMG17 機関銃と 20mmMGFF 機関砲といった武装は様々であった。HE115 が使用したその他の兵器は、LTF5 または、LTF6 ビット魚雷や SD500500kg 爆弾または、SC250-250kg 爆弾があった。LMB3 または、 ルマキライを投下した場合もあった。航空魚雷を喧嘩するドイツ軍の HE115。戦争初期に HE115 は英国南岸の海の交通量の多い港近くの強硬な水路にキライをパラシュート投下する任務に使用されており、テームズ川も主要な目標であった。しかし HE115 にとって最も輝かしい時期はノルウェー北部の基地から、 北極戦団を攻撃する任務についていた時であった。これらの戦団には、初めの頃に航空機による援護がついていなかったため、低速で、比較的軽武装の HE115 でも、渋滞空防御の英国沿岸を飛行していた時の、ように大きな問題にはならなかった。後に、航空母艦や、護衛空母、ペトヤコフポリエチレン -3 ビスのようなソ連の銃、 戦闘機が随伴するようになると、戦団上空の制空権は変化し、その結果ドイツ側の雷撃機の損失は増大した。機雷不設や雷撃任務での運用から外されると、HE115 は沿岸偵察任務に使用された。ノルウェーの HE115N1939 から1940年、ノルウェー海軍航空隊の7機の HE115。 A-2 が1940年4月から6月にかけてのドイツのノルウェー侵攻作戦においてドイツ軍に対して使用された。ヨーロッパの情勢緊張の高まりに対してノルウェー国防省は1939年8月28日に6機の HE115N を発注した。1939年7月14日から11月13日にかけて発注した6機すべてが ノルウェー当局に納入された。HE115N の発注は、1931年9月29日に、初飛行を行いすでに球体化していたノルウェー設計、生産の海軍航空隊のフーバー AMF-11、服用水蒸気を代替することを意図していた。ノルウェーは1940年3月、4月に、納入予定の別の6機の HE115、 N 購入契約に調印していたが、この第二次発注分の納入は1940年4月9日のドイツのノルウェー侵攻により実行されなかった。侵攻が開始された時に、ノルウェー海軍航空隊に収益中の6機の HE115N は、南部のソラとフラッテイ、北部のトロムソ近くのスコターアの1機と分散して、配備されていた。侵攻の初期にスタバンル近郊ハフラスフヨードの 水上機基地にいた機体は、ドイツ軍に露飼された。しかし、その代わりに4月10日に燃料切れにより、緊急着陸を余儀なくされた2機の、ドイツ空軍の AG-115 が、ヌールランケン、グロンフェオード、エルネスにいた即席のノルウェー軍領機兵の、民兵部隊とブルネさんの警察官により押収された。ノルウェー人搭乗員により運用された、この2機は、 進行作戦期間中に元の所有の死に対して使用された。ノルウェーの HE115 は、なるべくの戦いでのノルウェー陸軍の防衛戦に対する近接支援活動と同様に、ドイツ及びドイツ管理下の船舶に対して使用された。1940年6月10日の降伏後に4機のノルウェー軍機がイギリスへ飛び、5機目はフィンランドに脱出して、 ペツェモのサルミジャービコに着水した。6機目の HE115 もイギリスへ行こうとしたが、北海上空で失われた。ノルウェー最後の HE115 は、脱出時には稼働状態になく、仕方なく、スコターに行きされた後に修理され、ドイツ軍が使用した。退避してきた4機は、当初バッケ中佐の指揮下で、ノルウェー人のヘレンスバラグループとして再編成された。 亡命ノルウェー人のニューゴールスボルド内閣はイギリスに到着して間もなくこの4機の AG-115 をノルウェー上空でのビラサンプ任務に使用する計画を立てた。ビラサンプ任務はノルウェー亡命政府が英国で発足したことと亡命政府はナチスドイツによるいかなるドイツ・ノルウェー間の和平交渉にも応じないという状況を占領下のノルウェー国民に宣言するためであった。 ノルウェーの4機の HE115 は1940年7月3日に任務を遂行するためにヘレンスバラからスカパフローへの移動命令を受けたが1機がエンジン故障のためにヘレンスバラに引き返した。スカパフローに集結した3機の HE115 はノルウェーに飛びオスロ、ベルゲン、トロンハイムの街に宣言ビラを投下するように命令を受けた。 任務が実施される直前になって、A 航空省が介入してきて、このような作戦に、低速の HE115 を使用しようということは、自殺行為であると主張して、飛行を止めさせた。3日後、3機のノルウェー機は、ヘレンスバラに戻ってきた。3機のノルウェーの HE115 は、続いて、ノルウェー人搭乗員による、ノルウェー沖合と地中海での隠密作戦に、使用された。 英軍の任務では、この3機は、新しい識別番号の BV184、BV185、BV187 が与えられた。BV184 機は、1942年春に、フランスの漁船との共同作業中に、ビスケ湾上空で2機のポーランド人操縦士の、スーパーマリンスピットファイア戦闘機に攻撃され破損し、後に、英国内で、 給油作業中に火災を起こして失われた。BV-185 機は北アフリカでのたった1回の秘密作戦の飛行を行った後、マルタのコリフロナでイタリア軍の空からの強襲で破壊された。BV-187 はマルタを拠点にして北アフリカ海岸で幾度かの作戦飛行を行ったが、最終的に2機のドイツ空軍のメッサーシュミット BF-109? に攻撃され破壊された。フィンランド空軍の HE115N フィンランドに避難してきた一機のノルウェーの機体が接収されて、後にフィンランド空軍の第44飛行隊により、失守部隊の兵員を運搬するのに使用された。この任務において、HE115 は着陸するために広大な空間の要せずに湖面に着水でき非常に有用であることを証明した。 この機体は1943年7月4日に東カレリアの赤軍戦線背後で墜落するまでこの任務に使用された。スウェーデン空軍は自国での形式名 T2 空軍での登録記号101から112として12機の HE115A-2 を運用した。もう6機を発注したが第二次世界大戦が勃発したために これらが納入されることはなかった。運用された機体は丈夫で搭乗員たちからの評判も良く、1952年まで退役しなかった。スウェーデンの T2 は、第二次世界大戦の間を通して任務につき、スウェーデンの中立政策を堅持、実施するために様々な貢献をした。T2 は、雷撃や、その他に通常爆撃、円幕散布、 長距離偵察といった任務で時代遅れとなった T1 の代替機とされた。12機中5機の T2 がスウェーデン空軍に収益中の事故で失われた。5機の試作機が開発に使用された HE115 の基本設計は長い収益期間中に顕著な変更はなかった。数少ない、主な際は武装とアビオニクスであった。もう一つ注意すべき点は、 新しい1941年に生産が再開された時に出現した E 型は武装の変更を除いて事実上 C 型と同型であったことである。航空歴史博物館に展示されている3896号機の機種三面図。ありがとうございます。